どうも私でございます。本日はですね、釣り初心者がいきなり強くてコンティニューで釣りを制覇してみよう、釣りを攻略してみようということで、いきなりですね 44,000 のポイント差の福袋を買ってきました。もしよかったら最後まで動画ご視聴お付き合いくださいませ。まあ釣りを始めてみようということです。もちろんね、釣りは釣りの道具を集めないといけないと思うんですけれども、ちょうど始めようかなっていうタイミングが12月の末ぐらいだったんですよ。まあそれまで釣りは行ってたんですけど、もうその先輩から道具を借りてみたいな感じで、もうそろそろ持たないといけねえなっていう思ってて、なんか選んでください、わからないからですよ。そしたらもうちょうどポイント3に行った時に福袋があって、で予算が3、4万だ、3万か4万ぐらいでいいのあればなってやってて、でこの4万4000円のですね、シーバス&サーフ福袋ですよ。でサーフや、シーバス狙いに最適セット、ジャッカル BRS と21アルグラの妖精 XG のセット、これは多分リールのことですよね。で嬉しいサーフ用シーバス用ルアーがたくさん入ってますということで、4万4000円の5万8500円で、このジャッカルの BRS っていうのがあるんですけれども、これと、この島野さんのですよ、島野さんのこのルアーだけでもう大体多分4万近くぐらいいくんですかね。であとで残ってる入ってるやつでセットがあるみたいな感じになってるんで、いきなりこんな最強の強くてコンティニュースタートみたいな感じで、もうなんていうんですかね、恋愛で言ったら、一番初めに付き合った女の子が綾瀬はるかさんみたいな感じぐらいっすよ。こんな、いきなり初心者はこう、普通だったら段階を持っていって、こうこうこうっていうところなんですけれども、はい、すいませんけど、ちょっと話が長くなりましたが、福袋を見ていきたいと思います。まあ、こちらの方が、ジャッカルですよね。もう皆さん大好きです、ジャッカル。いきなりジャッカルロッドからスタートするっていうところになるんですけれども、まあこちらの方も、相当長い、いんですよね。先輩から借りてたのは、まあちょっと、まあここまで本当長くないんですけど、まあかなり長くて、で、ここの、ここですね、ありますよね。BRS S96M の SJ ですね。のジャッカルさんのロッドということで、まあいきなりね、これ僕一緒に行った先輩も言ってたんですけど、いきなりこんないいロッドで最初のスタートなんてとんでもないよみたいな、なんかそれくらいいいロッドっていうのを聞いてるんで、少し軽くてしなりもあって、結構重めのジグもですね飛ばせると思うんで、こちらの方で本当海の方に持っていかれないように、なくさないように大事に五章大事に使いたいなと思います。日本ハムの新庄選手が一番最初 にグローブを使って、それを引退するまでずっと使ってたっていうふうに言ってたんで、もう自分もですね、もうこの、孫にまで使わせようかなと。自分の息子いないですけど、もう孫の、ひ孫ぐらいまで使ってほしいなっていうぐらい、ちょっと大事にね、このロッドはやっていきたいと思います。まあ、こちらがロッド1点目ですね。で、次が、ですね、そのロッドの、こちらですね、リール自体は、もうこちらの方の島の差の21アルグラって形で、こちらの方になってますね。で、これも、4000XG なんですけれど、これもですね、かなり、いいリールみたいです。お店の方で、もう巻いてもらってて、まあ、お店とか先輩に巻いてもらったんですけど、これも、もう重厚感がすごいっすよ、こんな。で、右と左どっちでもこう、ハンドルを入れ替えることができる形になってて、で、これでこう、巻くって感じになってて、で、僕が今使ってる安物のリッドは、右巻きなんですよね。で、結構動画とかで見てたりとか、普通の人やってる人って結構左巻きが多いんですよ。左巻きが。なので左でこう巻いて、それで投げるっていうのが多いんで、ちょっとでこれからも僕は左で巻くっていうのがなかなか慣れてないんですけれども、ちょっと頑張ってこれ取れたんで、こっちにも右にもつけれるって形になってるんで、こちらの島野さんのリールですね。ちょっとね、これちょっと楽しみですね。最高っすよ、こんな。一応、ラインとしては、フロロの 25LB の 15mm が、ついてました。まあ、本当は、個人的には P ラインがいいのかなと思ってたんですけれども、確か P ラインも入ってたような気がしますけど、
まあ、こちらの方に保証書もついてるんで、2021年ですね。だからこれ1年間ぐらい大丈夫なんですかね、免災額っていうのがあってて、まあちょっと楽しみですね。まあ、こうやってもういきなりこれだけセットで、これだけでも激アツですよ。僕重厚感すごいですから、こんなバレージャパネット高田の社長でこれやってほしいぐらいですけど、もうこれだけでちょっとテンションが上がりますよ。こんないいの使っていいのかというのがあるんですけど、はい、すいません。じゃあ次ですね、こちらですね、バッグです、うん、バッグがリアルメソッド、リアルメソッドさんのバッグでございます。これこうつけてリュック買いだってですね、こうな最強でしょうっていう形になってるんですけど、でこの中にたくさんこう見てください、これわかりますか、ジグだらけですよ。この中にジグがたくさん入ってるっていう形で、まずはビームパワービームパワージグでございます。でこちらが 130mm の 29g ですね。で飛距離、平均飛距離 70m オーバー。僕も全くジグ持ってないんで、まあ、こういうの使っていこうと思ってるんですけれども、次にはヒラメハンターでございます。ヒラメハンター、これも大きいやつで、巨大ヒラメ王ですかね、これヒラメハンター。今2つ目ですね。で次がジョルティカットビジグヘッドですね。でこれが何を狙うのかな、キャスティング用は、まあ、ここまで進化できるってなってて、狙いがちょっと分かんないんですけれども、まあこれもまたね、ちょっとね、分かってる先輩たちと行ってちょっとこれ覚えていこうかなと思って、これ3つ目でございます、ジグ。で次ですね、4つ目、グロー。多分こういうのはちょっと軽いやつなんでしょうね。入れ食い1091で、入れ食いですよ、入れ食い、これ入れ食い、入れ食いでございます。これ 10cm で 9g で、まあ、軽いんでなかなかねこれを使うタイミングっていうのはないのかなとは思ってるんですけど、うん、まだこれも使うタイミング、いろいろ。ガンガンサーフでございます。ガンガンサーフで、ハイピッチングスイングアクション、水平ローリング、フォール、平打ち、アクション、驚異の飛距離っていうので、やっぱ結構飛ばすっていうのが大事なのかなと思ってる。飛ぶ、泳ぐ、釣れるですよ、ガンガンサーフ。まあこれでもたくさん釣っていけたらと思ってますね。これで5個目で、6個目、同じくガンガンサーフ、ピンクですね。色違いになるんですかね、まあどちらも30と 30g なんで、これとこれ同じ、まあ色違いって形ですね。これが6個目で、7つ目がランジェビブっていうものかな、レイジバイブ、バイプですね。イワシさんでございます。これもちょっとちっちゃめですけど、シーバスカラーをものまでなってるん で、バイブレーションは海の釣りでも驚くほど有効ってなんで、まあ、ちょっと揺れる感じなんですかね。まあ、こちらも使っていきたいと思います。これで7個ですね。で、8個目が、これもガンガンサーフですね。ブッドミルブラー。で、こちら先ほどガンガンサーフと違って 35g になってるんで、ちょっと重めのってことになるんですかね。流れの変化が分かるサーフ用専用ジグになっております。で次が、9個目。これがラストかな。これです。スピナー。これ、くる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 って、尾びれが回るやつですよね。これもちょっと使ってみたいな。スピンベルトっていうものかな。これもあったんで。なので、ジグが、9個ですか。1、2、3、9個入ってました。でこれとセットですね。こっち置いて。で、次が、こちらがですね、P ラインですね。1.5m。200m の 1.5号、 こちらの方は、リールに巻いております。やっぱさ、浮き釣りっていうかルアー釣りするんだったらやっぱり P ラインなのかなと思ってます。あとはフィッシュトレーラーですね、フィッシュグリップでございます。これステンレスで140g あるのかな、8キロまでいけるコンパクト設計で、携帯に便利、フィッシュグリップでございます。で、あとはこのディオですかねのジグセットになります。この中に、ジグを入れていけっていうことになってますね。この、まあ、両面入れる感じになってるんで、こうですね、両面になってるんで、まあ、こちらの方を先ほどを使ったもらった入ってたジグをこれに入れろっていうところですね。でこれで、全部です。あとは
こちらですね、スナップリング、スナップリングでございます。ということで、まあ、これで一応全部って形になるのかなっていうふうに思います。結構やっぱ、よかった。あ、ここにサーフのこれが書いてました。最後に昭和ジョギンからサーフまでかけ調子モデルでございますね。これ多分相当いいやつだと思うんで、ちょっとねテンション上がってるんで、楽しくねやっていきたいかなというふうに思います。ロアは 60g までなんですね、マックスが。なんかもうちょっと大きいの、まあでも80とかそんなしないのか、 40g 以上の軸に対応する掛け調子モデルっていうふうになってるんで、まあ 60とかそんな大きいの投げるのかなとは思ってるんですけど、うん、まあそこら辺は分かってる人に教えてもらいながらって形ですかね。はい、ということですね、4万4000円のサーフシーバさんのサーフ福袋でございました。まあかなりですね大満足な感じになってるかなっていう風に思うんで、まあこれからもうこちらの釣り道具ですね、ガンガン釣りを楽しんで釣果とかを皆様に お知らせできたらなっていう風に思っております。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。それでは、はい、ありがとうございました。はい。